被害に遭われた方々のご冥福をお祈りするとともに、これからの復興を願い、ここで黙祷を捧げたいと思います。北海道地震で被災された皆様、謹んでお悔やみ申し上げます。私たち熊本ボルターズも熊本大地震で同様に、被災しました。本当に大変な日々を過ごし、みんなで手を取り合い、助け合い、そして立ち上がってくることができました。必ず皆さんも立ち上がれると私は思っております。共に前へ頑張っていきましょう。Bリーグチェアマンの大川正明です。先日の北海道胆振東部地震において多くの被害が出ました。被害に遭われた方にまずはお見舞い申し上げます。 Bリーグはバスケットボールで北海道そして日本を元気に明るくしたいと思います。被害に遭われた方もバスケットボールを見て元気になってください。よろしくお願いいたします。